のイエーイ。さあ始まりました、マオカナクラブ。マオカナのマオです。マオカナのカナコです。お願いします。毎月ね、火曜日、毎月火曜日とか毎月第2火曜日、月1で生配信していますが、はい、もう1ヶ月経ちましたけども、早いですね。早い、1ヶ月あっという間。あっという間。皆さん見れたらコメントください。ちゃんかなラブ、早速コメントありがとう。ありがとう。聞こえてるかな。 OK そうだね。大丈夫かな。この9人、ここの9人じゃないよね。大丈夫同じ比率で、同じ比率でいただいてますけども拡散してもらえたら嬉しいでござんす。でも全国でさ見れるのにまだこんだけしか見てくれてなくて寂しいねもうちょっといないかな。もうちょっとファンいると思うんだけど、なんでだろう。あのね、多分告知遅かったかな。え、でもいつも同じぐらいよね。あ、スパさんが始まったと書いてくださっておりますありがとう。あ、画面に向かいます。ありがとうございます。あ、ミネヤンも、あ、ミネヤン、お疲れ。こうやってね、あのコメントなども拾っていくので、どんどんコメントお願いします。お願いします。ということで、昨日は、はい、コンピオ4のコントが終わりました。はい、来てくださった皆さんありがとうございます。もうイグジットのおかげで、そう、満員御礼ありがたい、はい、今話題のコンピオがね、まあ、昨日で4回目でやったんだけど、1回目が大塚ドリームシアター、うん、そして2回目が神保町花月、そして3回目が吉本無限大ドーム、で今回というか、その前回昨日のやつは無限大ホールだったんですけど、どんどん大きくなってるんですよ。そうなんですよ。実はその分リスクがあるということで、うん、そうそう、だって一昨日までチケット80枚くらいしか売れてなくて、うん、本当にそうなの。EXIT さんの、告知がない時80点じゃない、ギリ100枚くらいかなみたいなね。そうで、200人かないと打ち上げ代出せないって言われてて、うんうん、マジかと。そうで、2日前のね、EXIT さんのね告知で一撃で150人増えました一気に200人超え、やばくない？打ち上がりやっとけないからね、最初から打ち上がり。さすがよ、さすがだったね。もう思わずイグジットさんになっちゃうもんね、もう様々ですよ、うん、あ、岩月さんがちゃんかな綺麗 BB だって。嬉しい、 BB って何、 BB って言うのかな、あれ BB。 嬉しい、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。岩月さん、ありがとうございます。ね、どうだった？結構4日間しかなかったんですよ、うん、4日もやった？3日じゃなかった、4日やったっけ？ 2、3、4、5。 あ、そっかそっか、2、3、4とか。そう、でも4日間だけど、うん、実質あのコンピオの稽古って特別で、うん、例えば1個のシーンというかコント、コント、うん、まあ、例えば5分としたら稽古も20分ぐらいしかしないの、1日ね、その1コントにつき20分ぐらいしかカッてやんなくて、あとはくっちゃべったりとか、あとみんながスケジュール合わないから、うん、人がいないとか、代役とかね。そうそうそう、ね、当日に結構しっかり合わせるみたいな感じで、うん、やっぱ改めてみんなのやプロさに、ポテンシャルの高さね、うん、確かに、うん、そうそう、だからそこにいつも感動する、うんうん、なんか芸人さんのそういうなんて言うんだろう、うん、生ものをこう大事にする感じ、ずっとこう稽古重ねてるとその段取りっぽく見えちゃうからっていうのが、うちらはまだ慣れない、慣れない、超慣れない。私ずっと太郎さんに本当やりましょう、本当やりましょうってずっと言ってたもん。あ、ね、練習めっちゃしてたよね。やってた、うんうん、なんかうちらはね、うん、コントだけどお芝居っぽくしたくなっちゃって、そう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 、芸人さんはやっぱコントなんだよ、ちゃんと、なんて言うんだろう、確立してるんだよね、うん、独特な、独特、気が抜けてっていうか、なんかラフにっていうか、肩の力抜けてコント普通にするし、
こう言い回しとかも毎回変えたりとか、うん、自分が言いやすいようにすごいやるし、うん、テンションで超変えるの、うん、うちら結構一字一句しっかりセリフ言うから、うん、ね、まあ、アドリブもたまにあるけどね、うん、やっぱ本当にすごいお芝居と、うん、ね、芸人のコントって感じは感じるよね、やってて大きいよね、うん、やっぱ差が本当に、うん、ど来てくれた方ほとんどやなね、うん、知ってる。そう、マンカナはね、ほんとコントがすごい向いてるって感じなんだよね、うん、うん、やってても楽しいし、楽しかった、生き生きしちゃってるよね、うん、コントね。今回6ネタで、うん、お互い4ネタ4ネタずつ出てたんだけど、うん、何が一番好きだった？やってて不良のやつの、うん、罪と罰を読む、うん、クールな役だったの、うん、でかいつもオラーみたいな役はやったことあるんだけど、うん、クール系は初めてで、うん、なんか初体験で楽しかった。逆にそう、あの打ち上げに来てくださったあるあの芸能人の方が6個のネタの中でどれが良かったったら一番この役が良かったってと言ってくれたの。そう、不良がめっちゃなんかすごい印象残りますね、うん、そう言ってくれて良かったです。嬉しいです、本当ね。付き合ってくんないかな、よあれかよわけんだよ。そう、ね、顔こんなだったね、やっぱ、ね、やっぱ俳優さんとか女優さんってやっぱ、ね、顔こんななのよ本当に。ねね、あとDJ KOOさんがそう、いらっしゃってて本当にサプライズで来てくださってて、え、ちゃんと、え、チケット払ってんのよ。そう、そう、なんかマネージャーさんと一緒に来てたらっぽくて。あ、そうなんだ。マネージャーさんがちょっと落ちて、だから最初コントステージ出てって、うん、なんかお芝居してその後にトークするんだけど、コント終わったら、うん、でたまたまお客さんパーってみたいな、もう目立ちすぎててDJ KOO ですみたいな感じでずっとこうやって見てくれてて、みんなで誰が呼んだの、誰誰誰って、そうそうそう、でも絶対EXITだよねみたいな話をしてたけど、いや俺たちもちょっとみたいな、あのもちろんあのあれよ、その交流はあるんだけど、よそのコンピューには呼んでないみたいな。そうね、サプライズだったね。そう、ツイッターとかにも書いてくれてねえ、うん、一向に返信は来なかったけど、そう、カナもありがとうございましたって昨日送ってみたの、うん、で誰が返してんだろうと思ったら返してた。そう、私も書いたんだけど書いてくれなかったね。やっぱここのパワーが強かった。あ、やっぱフォローもらえなかったな、もらえなかったな、まだまだだなやっぱり。じゃあうちらはあのコントは DJ KOO さんにうちらはハマってなかったのかな。そっか、頑張ろう。やっぱな、そうだな、エグジットさんのねこう漫才もね見れたからね、うん、まあ、お得なコンピューだったのかなと思うんですけど、うん、え、まー、あ、ちゃんはどうだった、うん、役今回私やってて、うん、やっぱりそうだな、彼氏のフリっていうコントがあって、初恋太郎さんがまあ勘違い野郎で、じゃそれをまあ突っ込む役だったんだけど、突っ込みがやっぱ本当に苦手で私。いや、なんかの立てこもりのお母さん役の方が自由、うんうん、あっちの方がやっぱ楽しめたのよ私自分はね。そう、いやでも打ち上げでもうトレニーエンジェルの高橋さんとか作家さんとか、あ、金近も言ってたけど、まーちゃんはツッコミやらしそうが絶対いいよって。やばくない？意外じゃない？いや多分苦しいんだろうけど開花するんだと思う、すごい。芸人さんがツッコミあの子マジで上手って練習してたらあそこまでできるって本当すごいよって。だからマオカナのはまあお互いちょっと天然というかおバカだから、おバカだからね、ツッコミ難しい部分もあるんだけど、うん、ああいう時は絶対ツッコミさせた方が超あの面白いって言ってて、それ全然って言うんだけど、よかったよねツッコミ。よかったよかった。噛むよ噛むよ、まあ、噛むとかはまあ練習次第じゃん、まあそうな、そうな、まあ、慣れとか。ね、噛んでなかったよね。全然噛んでない。その時はね、確かに。芸人さんがベタ褒めしてて。いやありがたい。ツッコミだって一番難しいじゃん。うん、でもすっごい褒めてた。本当に裏で褒めてたから。手堅いよ。本当だと。まあ、ちょっとね、いい勉強をね、させてもらったコンピューなんですけど、コメントでミネアンが、うん、DJ KOO さんと写真撮ってないのって言うんですけど、そうそうそう、うちらその時、そうだよね、ブーパンに、そうで、みんな、うちら以外撮っててさ、撮ってたの、ね、あれ、映ってないなって。そうそうそう、俺いないな。 TRF さんの世代だからさ、そうだね、そうだね、世代が、うんうん、もし写真撮りたかった憧れだよね、やっぱ憧れてた、うん、わかる。
歯、はあ、白かったね。あ、マジで一瞬すれ違ってお疲れ様ですって言ったら、お疲れ様ですキラーみたいな。めっちゃ白かった。芸能人だ、芸能人だ。いやでもすごいよね、やっぱああいうビッグネームの方が来ると、うん、なんて言うんだろう、嬉しいよね。嬉しい。やっててよかったというか、もっと思える、うん、まあ、もちろんね、お客様が一番なんですけど、うん、なんて言うんだろう、ああいう方に見てもらうっていう、なんか自分が本当ちょっとすごいんじゃないのって思っちゃう。なんかイグジットしか褒めてなかったけど、そうだね。そうだそうだ。に関してはチチアのこと多分見えてなかった。見えてないと思うよ。本当にきっと。まだまだやな。まだまだやな。でも本当にあのいいメンバーだったんだなと思ったのが、うん、あの小島なつきちゃんだったりとか、白鳥ちゃんだったりとか、うん、AKB のね、そう、うん、清川ちゃんとか、なんかいいバランスの、あと影虎ちゃんもね、うん、いて、女子6人だったんですけど、いいバランスだったよね、なんか被らず、うん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 、いいキャラクターだったね。そう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 、個人個人ね。なのでコンピオ5も一応またやろうっていう話になってるので、その時は来れなかった皆さんもぜひ遊びに来てみてください。くださいお願いします。ってことで、うん、夏終わっちゃった。でも今日めちゃくちゃ暑いよ。いやもうでも今日ぐらいの日ってもうないでしょ。昨日今日は、いやもう、まあ、今日で最後ぐらいじゃない、うん、マジで、まあ、多分ちょっとね、関東もね直撃でこう台風が来たから、うん、台風が過ぎ去った後やっぱ確かに暑いけど、もうこれ秋の知らせじゃない。そうなのかな、ラストサマー、うん、ラストサマーラストサマーか。でも今年一番夏っぽくなかったな。なんかもっと毎年海とか行くんだけど、うん、今年全然夏っぽいことあんましてない。海何回行けた今年は。2。なんで2回言ったよ。2回今英語だったね。うん、2シリーズ化かんぞ。シリーズ化みたいな感じ。2回行った、行った？海は6月の女の子友達の誕生日で女子3人で行ったのが。あ、じゃあ6月だと寒かったっしょ今年は。そう、うん、遅かったじゃん梅雨明け、うん、で梅雨明けぐらいの時にそうかぶってたからね、うん、全然夏満喫してないかも。あとプールに1回行った。あ、行ってたね、うん、うん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 、1回。あ、まあまあ、でも本当はね行きたかったね、一緒に約束してたんだけど、その日めっちゃ寒くて、先週、うん、先々週くらい、そう約束してて、海行こう、海行こう、プール行こうって言ったのにね、そう行けなかった、うん、寒いからやめようって言ってそうそう、いやだからさ、うん、なんか夏の思い出っていうとさ、こう花火大会とかさ、夏祭りとかあるけど、行ってなでしょ。あれね、私本当思ったんだけど、年取るごとに億劫になってる人混みが。わかるね、わかる。あとわかんな、結構トイレとかビールとか飲んだら近くなるじゃん、うん、でお祭りのトイレ地獄じゃん。あ、トイレ事情てかもう年なのよ、あの匂いが気になっちゃうのよえ、でも分かるし、ちょっと意味分かるしもうさ、お酒飲んだ時ってもうさ結構こうなるのよ、なんなんトイレまだかなみたいな、あれとかがもう耐えられなくて人混みが嫌だトイレ事情分かるでしょ。いや、なるなるなる、なるよね、なるなる、トイレ事情マジでやばいから。あれでもあれじゃん、浴衣といえば今週末浴衣着るんじゃない。あ、金曜日 ね、 そうだよね、なんか階段、怖い方の階段ね、そうだの話をするイベントに寄ってもらって、うん、今週金曜日エビスでやるんで、よかったら来てください。そう、浴衣見るだけでもねいいよね、うん、でも2週間くらい前にファンミで浴衣着ちゃった。あ、そっか、そう、じゃあ今年はじゃあ何回か、うん、2回着れるね。2回着れたんだ、うん、でも浴衣好きだからやっぱ買いも着てないよ。あ、マジマジ。え、でも次ファンミで着れば細いボーリングするの違うね、じゃあちょっと違う、ちょっと違うね。でもなんか、なんか亀甲縛りじゃないけど、なんかこれしてないけなんとか、あ、で、わっしょいみたいな、わっしょいのやつ、うんうん、ちょ意味が違ってくるね、わっしょいだったら。亀甲縛りも違うよ、むいちゃんじゃん。そう、今、振り山出ちゃった今、うん、振り山出ちゃった今。まあいいけどね、それでもそれ違った意味で魅力的かな、うん、見たいけどね、まあ人生初でやばいよ、やばいよね、外歩けないよ。
いやだからさ、衣替えをしようと思って、うん、この前大掃除して、うん、何段ボールか、うん、4箱ぐらい送った、うん、送った、うん、古着屋さんに。あ、そういうこと、うん、そのなんか古着屋さんって買い取れないものは全てこう恵まれないところに送ってくれるっていうシステムだから、なんかいいことしたつもりもなくてもなんかもうでも無駄はないみたいな感じだから、あ、そうしようと思って。いや、いいね。そう、早いよね。だから確かに、しかもまおちゃん服多いからね、大変でしょ。夏服もでもそうね、そうね、そう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 、マジ偉い、本当おしゃれだから。いつも全然よ、ね、うん、マジ買わないんですよ服。これ可愛いじゃん。これね、あれ、あの102くんっていう、うん、ナチュスク、今週28日に大阪でライブするんですけど、うん、その人が作ったデザインで、マウカナ、そう、一緒にもらったんで、ちょっと着てみました。同じ色私持ってるね、うん、一緒に着てくればよかったけど。そうそうそう、まあちゃんはね、これ今日そう撮影で、うん、そう、カーベルの T シャツをそう着てきたんですけど、うん、この T シャツはね、社員全員色がね、7色あんの。え、どうやって決めるんだろう。多分好きな色決めれるんだけど、うん、多分もうスーツじゃなくていいっていう、なんか新しい、そのなんつうんだろう、あー、うん、なんていうの、リラックス、あのリラックススーツ、なんだっけ、ね、ネクタイいらないみたいなやつでしょ、シースルーみたいな、ね、ネクタイいらないシースルーはすごい透けちゃうけど、なんだっけなんだっけあるじゃんね、なんかみんなどうやってますよ、あれあれあれみんながどうやってますよ、なんだっけね、カジュアルクール、そうか、カジュアルあ、クールミス、クールミス、そうそうそう、やっぱ突っ込めねえや、私やっぱり向いてねえで、あ、書いてある、そう、クールミズ、クールミズ、みんな早い、すごいすごい、そうそうそう、クールミズ、ありがとう、そう、クールミズの会社だから、これでみんなね、やってるんですよ、一気にね、クールミズね、でもそうそう、これで会社行けんのいいね。そうなの、いろんな色あるし、超楽じゃん。そう、うん、だから 7日間着回しできるわけよ。確かに確かに、白青みたいな、そう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 、へ、いいなと思って、そう1枚もらったんですけど、うんうん、だから今日の撮影はその加盟店さんとかに流れる、その車の車屋さんなんですけど、で流れるそのナレーションだったりとか、今日はスチール撮りだったんで、出来上がったらぜひ皆さん見てみてください。お願いします。なんか声とかも撮ってたもんね、レコーディングしてるってなんか LINE で聞いてて、もうね、1ページに対して5紙ぐらいしたな、なんか噛んでたね、噛んでた、なんとかもう、なんだっけが、一発目、携帯をケンタって言っちゃった、ケンタ、ケンタ、携帯を本当に緊張するよ、もう。でも声がいいから向いてるよね、ナレーションみたいな、どうかな、まあちょっと仕上がりを楽しみにちょっと待つしかないんだけどね、うん、上手よ。いや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 、でも本当噛むよね。噛むのよそこだけは本当に。でもみんなはその部分見ないもんね、出来上がったのを見るからさ。そう、本当に噛んでるっていうの知らないもんね、どこ噛んでるかわからんもんな、うん、結構な場所言い直してるよねえ、あれ緊張すんだよねめっちゃ緊張する、そうそうそう、超苦手あれ、ナレーション撮りは。あれね、あれね、わかるよ、めっちゃダメ。あとレコーディングね、うん、あ、今はなんか声出てんのに、レコーディングになったら急に喉ってなって、うん、キー出ないみたいになるよね、うんうんうん、いやでもかなこの場合は本当にあの早いレコーディングが、それめっちゃ言われるもん、うん、アイドル時代からいつも一番に思ってたもん、すごいよね、うん、だいたい1曲に対して普通はね、基本多分長くて本当半日かける人もいるし、でもまあ 1,2 時間は絶対かかると思うんだけど、かなこはクリアーズの時の吹いて吹いてって曲があるんですけど、うん、最初のソロ一人なんですけど、うん、2回しか撮ってない、ほら、ね、だから10分とかそうなんだ、からもうそれ本当にすごいことめっちゃなかなかないからね、そうそう、あとねアイドル時代人数が多いから1人30分と決まってて、納得いかなくても終わりみたいな、もう練習してきてないあなたが悪いみたいになっちゃうかね、そうだからそれで早くなっちゃったっていうのもある。いやでもそれは素晴らしいわ、そうそうそう、する好きは長かったなまあね、だってキャラ的にオンチとかいたから、うん、
難しそう。そう、今だからさ、まあみんな分かってることだと思うんだけど、今だから言うと、その前のやってたグループスルースキルズでオンチっていう子がいるんだけど、あの子別に本当はオンチじゃないからね、わざとオンチにしてるから逆にレコーディングが難しいみたいな、あ、合っちゃった、あ、みたいな、うまく歌えちゃったって、そう、そう、無意識にやっぱさ音と合わせてさ音程合わせちゃうんだよね。そうだから、あ、やばみたいな。あ、逆にね、逆に、いや、あるよね。そうそう、ちょっと描くあのサビちょっと音痴に歌ってみてまだまだやり残したことがあるんだって、なやつ、うん、音痴に、ま、まだ曲は、ま、だ曲変えないで曲は変えないでいや、ほんとそうや、難しくね難しかね、難しかね、まだやり残したことがあるんだって、まだやり残したことがあるんだって、ね、曲変えないじゃんなんで曲変えんの。でもそれぐらいわざと下手にするってめっちゃ難しいよほんまに、いや、やってみ、え、かな多分得意、まだやり残、まだやり残したことがあるんだってすごい。逆は逆転、さよならホームラン。ほら上手よね。でもね、ハモリっぽい。ハモリっぽい。ハモになるんで。ちょっとなんかハモリっぽい。下のハモリっぽい。いや、結構好き、音痴で歌うの。だから逆に本当にあのゆかは、うん、よう頑張ったって感じ。ある意味。下手にするって本当大変。大変だよね。でもレコーディング結構好き、緊張するけど好き、うん、うん、緊張するほんとするんよな。だからその分私はダンスの方がさ得意だから、そう、ダンスはだからと超助けてもらってる。ダンスの方が覚えるの早いんよ。うんうんうん、よくさ有名どころで言うとさ、のジャニーズさんの事務所だと多分先生が2回ぐらい踊ってカッコピするっていうのが有名らしいんだけど、まあそこまでいかないけど、私もそれで覚えるような感じ。いや、早い、めっちゃ早い、うん、お互いこう本当持ちつ持たれつで、歌はっていうと、うん、音がちょっと、で本当音わかるから、音めっちゃ得意、耳はいいのよ、あのこっちは下手だけどね、うん、いやいや、でも本当にちょっと低かったかもうちょっと高くとか、うんうんうん、本当にね、そう、まー、あ、ちゃんはダンス超頼りにしてんだけど、うま、ん、すぎてなんかアレンジ加えて出して、そんな振りあったっけみたいなそしたら、あ、ごめん勝手にやっちゃってたみたいな、か教えてもらう時にそんな振りあったやっぱちょっとそのグルーヴがそう出ちゃってね、グルーヴがちょっとオリジナリティでなんか勝手にねダンス追加してくんのよそんなあったっけみたいなだからあれでしょ、首かくみたいでしょとか、あれそうやってやってたっけとか言って、そうそうそう、でもいいと思う、うちらは自由で。サバさんがちょっと時間差だけど、あのハモリがチャゲっぽいだって。あ、チャゲ。チャゲさんっぽい。やや。やや余計なか。いや。解散したよね。脱退。脱退か。大した。大した脱退って二人で脱退。ね。ね。チャゲが解散は認めないだろうから。アスペが抜けたから、じゃあ今チャゲってこと？うん。チャゲ。チャゲ。いや、グループ名だからそのままとか。あ、そうか、チャゲダンスカさんはあるんだよね。ああ、まあそうか。いやー、そっか、うん、え、ちょうど2人やん、うん、じゃん、うん、脱退じゃもうやめるよね、やめるよね、うん、やめるよね切ない、そんなん絶対できない、なんか人として、あ、人としてじゃん無理でもそのやっぱけなげに待ってるっていうのもまあ一つの、ああ、まあね、今までやってきた家族みたいなもんなのかもしれんけど、ね、喧嘩してるだけかもしれないしね、うん、いつか戻ってもう一回やるかもしれないしね。確かに、まあそう、脱退か、脱退って結構ショックだよね、うん、まあ、すごい10人ぐらいの脱退も悲しいけど、うんうん、ニコイチの脱退ってもう解散やん聞いたことない、ね、聞いたことないね、確かに、うん、はいな、面白いんよね、でもそう考えるとね、うん、さすがだな。でも早いもんで、マウカナもさ、そうよ、そうだよ、8月11日に、うん、ね、2周年でやってるよね、ライブして。だから今3年目突入ってことだから早くない？早すぎだ、解散と脱退ね、卒業3年経っとるんよ、2016年やろ、16、ほら、11、うん、ね、
ね、おばさんじゃん。コーヒー飲みね、ほらーってカフェじゃないんだからそろそろ行きますここ私が私が払いますっていうコントもやったんですよあれよかったよね。あれよかった。超練習したよね。したもん。公演とかでしてたから知ってたむしろ忙しいのに作家さん呼び出してちょっと付き合ってもらっていいですかっつって、そう外で普通に外で、そうそう命かけてたよねコントに。やってたわし本当に本当にそこはいやいやだからもう本当あれよ、だからコンピオ5呼ばれなかったらマジで恨むよ。恨む ね、うちら初期面なんでやっぱりフル株なんで、うん、でもフル株だよねしかも見た目通りのフル株だからやだよね年齢的にも。そうそうそうえでもなんか初恋さんとかは、うん、マオカルちゃんがこういることでキュッて閉まるからいてほしいって優しいこと言っていただいて、だわアイドルはこう可愛い子は必要やけどねって、マオカルちゃんは別だよって褒めながら釘をされたんだ。そうそうそう、可愛い子はやっぱいるからそうなっちゃうやな、そういう、うん、てかおばちゃんの役回り、役回り、そうやしばらくおばちゃんの役が多い。でもコンピョーのその昨日ねやってたんだけど、おばあちゃん役やったんだけど、すんごい谷間見えてたらしいじゃんセクシーなおばあちゃんだったんだってあのね、そこの会場が舞台が下でお客さんが上から見るのね。そう、こう映画みたいなね。あ、そう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 、こういうね。で、おばあちゃんってこうやってこういう芝してたから、ここがやっぱ、でも私気づかんかったんやな、まあ、マウとこの距離だったじゃん。そっか、こうやって芝居もしなかったから、衣装着てね本番やんなくてさ、当日衣装着ちゃったからこのケアしなかったのよ。サービスもう出血大サービスだよこれも。もっとなんか可愛いなんか寄せてあげて綺麗にしときたかったなって思って油断してたから。どうも見えてた人いんのかな見えてた見えてたのやっぱり。マジでこの辺ぐらいはやばい。結構な範囲だよやばいじゃん、せすごいじゃん。じゃあみんなおばあちゃん良かったよって、そこが良かったのか結構褒められたの、おばあちゃんの役すごい良かったよってここか、良かった出しといてそこがやっぱおばちゃんなんやな。あ、広告の貢献1位ゆうわんさん。あ、ゆうわんありがとう。ありがとうございます。もう山口からありがとうございます。すいませんすいませんあ、嬉しい、見てる人が結構増えてる。あ、本当だ、ね、よかった、ありがとう。ショールームのって何人とか分かるの？あ、78。あ、すごい、78と42。えー、嬉しい。7、8、9、10、11。え、110人ぐらいってこと？うん、すごい、110人でしょ。で、今来てくれてる人が一緒。ワンマンもすぐ埋まるじゃんねえ、ね、本当だったらえ、でも分かんないよ、この40人の人が両方立ち上げてるかも、携帯とパソコンとか。あー、なくないな、なくないよね、視聴なくはないな。え、うちらのこと初めて見てる人とかいるのかな。そう、今日さ、マオカナ初めて来てくれた人がいるんだよ ね、 ね、ありがとうございます。そう、この前の8月11日の私たちのライブでね、来てくれてね、嬉しい。そう、ありがとうございます。超嬉しいよね、そういうのね、嬉、うん、しい、うん、なかなかね、そう、2人で持ってもらえてね、嬉しい。今日来る人、うん、初めてじゃない、そうやってそうそうどうやって調べるみたいな、そうそうそう、ツイッターみたいな。ありがとうございます、顔覚えましたから、しっかりと今年じゃないですよそういうのが良くないんだね、うちらプレッシャーでさ、顔覚えたよってそう、うわあ、もうこれはもうおばちゃんの性格やもん怖いですよね、やっぱ怖いもう怖がっとるわそうなのよね、おばちゃんのグイグイが好きな人もいるけど、やっぱ苦手な人もいるんだろうね。確かに、気をつけよう、ちょっと気をつけようか、2人ともそうだからさじゃあグイグイするから、グイグイ控えめのあの癒し系にしよう確かに、かに癒し系だもんね、うんうん、やっぱり本当ライブ中のなんかのあれは、いや、いやって言ってるよ、ほんま？いやつけだ、いやつけが、ほんま？確かにね、わかるわかるでもあれなんだよ、やっぱ言われたら言い返しちゃうからね、いやつけになっちゃうんだよね。そうそうそう、普通は穏やかだから、普段は穏やかよ、うん、え、フィールゴーさん、あ、ゴーさん、久しぶりだ。お、かなかのファンの方、うん、前の事務所から、すごい、そう、ありがとうございます。何度もインすれば一人で何人にもなる、あ、そういうこと。
ことか。あらまあらま、ありがとう教えてくれて、ね、ありがとう。怖くていけないんです。いやチルドレン地方だからね。あ、そういうことか。また来てくださいね。待ってますよ、うん、タッキーさんもありがとう。タッキー最近来てないね。本当だ。あ、ねえ広告貢献兄さん、カジさんが。カジさんありがとうございます。来てくれてる、ありがとうございます。ありがとう、嬉しいね。うん、でもショールームってさ、前のグループの時やってた？やってない。あ、そっか、そういう生配信系はあんまり。ね、トークみたいなのはないよね。あ、本当に。なんかそのライブを生配信みたいなのをしてた。うん、その会社みたいな、うん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 、そうそうそう、代官山でやってた。あ、すごい、でもおしゃれな場所だね。そうそうそう、結構定期的にやらせてもらってたよ。週、毎週、うん、だったっけ。火曜日毎週だったっけ、代官山ってやってたのか。そうそう、聞いてもダメでしょ。あ、そっか、見てた。あ、見てたか。見た方なんだ。そういうのも行きました。そっか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 。ぐらいしか。あれ、行ってる。嘘、本当。あ、そうだ、クロワさんは。へー、やばいな、あんま記憶がないな。いやでもさ、いろいろやりすぎるとね、こう忘れること多いから。超忘れる、ね、だって昨日で言ったら、なんか凛太郎さんとコンピを最初にや、うん、なんか芝居やったって言い出して、でカナは凛太郎さんいたっけってなって、いや、やったやったって言って、で聞いたら、多分やってないっすってなって、そういう謎のね、そう結構あるのよ、ちら。記憶の入れ違い、うん。で調べたら本当に出てなかったの。私の記憶ミスだったね。ね、そう、結構凛太郎くんパンチあるのにね。そうそうそう、忘れないんですけどねっつって。ユニットがなかったもんね、そもそも。ん？ユニットしての名前がなかった。そうそう、だからコンビはもう組んでるんだけど、うん、コンピオ自体に出てなかった。金しかもう出てなかったのよ結局。サスケさん、サスケさん、トレンディエンジェルのたかしさん、うん、太郎さんだけだったので、うん、2回目の神保町花月から参加だったんだって、うん、あ、そっかと思って。なんか兼近くんとはさ結構違う、そのね、コンピオ以外でね出てるから、もう一緒に出てるもんだと思って。怖いね、記憶って。怖い怖い怖い、あー怖い。怪談話になっちゃった。あー怖い、記憶が怖い。しかもさ、普通に悪気なく言って思ってるからさ、やりましたよねっつってさ、違った時に本当すみませんってなるよね。誰と間違えてるんですかみたいな。そうそうそう、ごめんなさいみたいな。あれよくやっちゃうんだよね。よくある、本当に。お、ミネアンが、金近と凛太郎くん、どっちがタイプって。お、どっちも違うな。いやもうね、なんか金近は付き合い長いから、そう、仕事としてのもう5年ぐらいだから、うんうん、もう弟って感じ。もう姉さんって感じでいつも話してくるし、昨日もなんかいっぱいいじってくれてありがとうみたいな言ったら、うん、いや MC 下手くそだのすいませんしたとか言って。いやもう謙虚だよね。そう、全然変わってない、売れても。本当に謙虚。どっちだろう、え、まあ、選ぶとしたら兼近。もう2人しかいないってなったら、え、リンタル君ちょっと顔大きいから。え、私は逆にそっちの方が安心する。あー、そう、うん、安心する、安心する。じゃあ太郎さんいけんじゃん。太郎さんは親父臭いんだもん。本当に。いや昨日さ、彼氏の売りで腕つかむじゃん、もうこの毛。あ、その親父臭いね。そう、カレー臭ってことね。ペアルックだったね。そう、たまたまペアルックだったね。そう、太郎さんもなんかおじさんになってきたよね。あと私自分より細い人が嫌だ。あ、それは嫌だ。だって金しかめっちゃ細いやん。まあそれはそうだね。そうやろ、ガリガリだよね、細いから。確かにカナもやっぱ細い人よりはちょっとムチっとしてる人の方が好き。なんか安心感っていうか、うんうん、隣にいてさ、細い人と隣に並んだらすごい自分デブと思われるなって思うから。そう、だから、だから私凛太郎くんがちょうどいい。ああ、まあね、小顔効果ね。小顔効果。この子めっちゃ可愛いじゃんみたいな。え、だから太郎さんほら大丈夫じゃん。なんで太郎さんなの。ね、すごい顔ちっちゃくなるから隣で撮ると。確かに。まあ太郎さん見てなきことになろう。確かに。太郎さん
でも優しいよね、こうやっていじっても、うん、楽屋とかで、あ、ちょ距離近いですって、あのわざとね、顔が大きいから、うんうん、そうそうそうさんちょっと近い近いとか、いや誰が顔でかいんじゃとか絶対やってくれるのね、こんな後輩にいじんないじんなとか言って、そう優しいよね。毎回のくだり毎回やってくれる、全力でそう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 、どんな時もやってくれるよ、ね、どんな時もやってくれる、まあ、結果好きなんですけどね、太郎さんもね、あのファミリー好きよ、いや本当に、ね、あ、なんとか美おじさん、うん、あ読めない漢字が、なんとか美どれ、おじさんが200ポイントニコニコ広告、喜びおじさん、喜びなのあれ、多分喜び、喜び、喜びおじさん、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、めっくいじゃねって言われたいやいや私の顔やばくない今の止まってた、え、多すぎですっていう顔だって今多すぎですみたいな顔だったけど、それ言ったらおすぎさん、これおすぎですおすぎですっていう感じ、すぎですピーコです、恥ずかしか、ね、いやいやあるある、でもね8月はあの8月11日のライブ以外結構そこまで活動が薄かったんですよ、なので9月は結構さちょいちょいあるからほぼマーカナだったよかな、そう、うん、嬉しいなと思って、うん、楽しい、そう、本当8月23日かな、うん、代々木のミューズで北村優くん、9月、私何て言った今、あ、やばいやばいやばい、ありがとうこれも無意識怖いわ怖いわ、すみません、9月9月23日代々木のミューズでね、うん、北村優くんプロデュースのアイドルイベントを出演することになりましたけども、アイドルイベントなのね一応。なんかまあでも出演者見ると大体そういうメンバーなのかな。女優さんとか元アイドルとかだよね、うん。そう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 。でも普段あんま絡まない人とやるから楽しみ。うん。ね。な私ね友達が小田麻美って、うん、麻美とか、うんうん、カノもカノも。あとね昔クリアーズの後輩、うん、妹分みたいなスマイルも解散しちゃったんだけど、うん、そこにいた子もいるから、うん、久しぶり。結構じゃあちょっと同窓会チックなライブになりそうだね。そうそう、たまたまねびっくりしちゃった。うんうん、そうそう。なんかライブもするし企画もするみたいな感じでしょ？うん。そう言ってた。そうアイドル時代ユーミミューズでめっちゃライブしてたよね。だから超久々に3年ぶりとか。どこら辺だっけ？代々木。面白い今の遊戯だね、遊戯らへん、遊戯らへんな、遊戯から駅降りてもう徒歩1分ぐらいだよ、ね、ああ代々木やんじゃん、代々木超遊戯、本当に遊戯じゃん、マジ遊戯、遊戯だね、音楽学校、線路沿いの青いとこ、行った行った、青と白の床みたいなあーそこまで覚えてないけど、1階にステージがあの入ってすぐ、うん、あーなんか思い出してきた、でもそこか、そんな広くない、うんうん、教室なんだ、ね、あ、そう、元学校みたいな専門学校のね、でもなんか思い出してきた、うん、皆さんね、ちょっとね同窓会チックに来てもらえたら嬉しいね、ね、ね、いやでも企画系ってなるとかなり気合入っちゃうんだよね、やっぱ面白さ欲しがる欲しがるのがもう違うんじゃん、もう視点がもうやっぱり反省とかするから、お笑いに関して難しいのよ、振られてやっぱこうテレビでさやっぱ活躍してる女性タレントバラエティとか、うん、やっぱ今どうやったって聞かれてやっぱパーンって答えるじゃん、うん、面白い一言で、それがやっぱ苦手なのよ、誰注目する、私の場合は大体コメントで注目してるのが滝沢カレンちゃん、あの子はすごい、確かにね、だから、まあ、あの子を真似ようと思ってしまったらもう完全にもうキャラが違うからなんだけどでもあの子の返しはすごいなと思って毎回見ちゃう、あなるほどね、見ちゃう、かなは磯野貴理子さんとあの昔からそうね大事だよ、大事大事、この仕事目指す時にオーディションで、うん、なんか養成所行ってたんだけど、うん、なんか憧れの芸能人みたいな書かないといけなくて、うんうん、だから島崎和歌子さん、うん、あ磯野貴理子さん、若槻千夏さん、だから千夏ちゃんの返しとか超好き、ああの人もすごい、うん、昔から好きで、うん、私も松本明子さんって書けばよかったあでもそこいけそう、松本明子さん、うんうんうん、めっちゃ懐かしいよね、森口博子さんとか、いやだってあの人たちやっぱ大ベテランだよ、本当に面白いし、ね、美人だし、あそう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 、綺麗だし、今なっても綺麗だねあの方たちね、すごい
何をしてるか教えてほしい、何使ってるかとか。確かにやっぱああいう人たちってブログとかに書いてくんないじゃん。うん、確かに本当に美しい人って書かないじゃん、これ使ってますみたいなさ。書いてるかもね、確かに。欲しい欲しいね、欲しい。そうだから私もだからその可愛い目線じゃなくてどういう返しなのかって見ちゃうから、やっぱお互い芸人気質かもしれないいややっぱいいこと言いたいんだよねそう、うん、やっぱりほらタッキーも、うん、タッキー沢カレンはすごい、次何を言うか予想がつかない。そうなんだよね。そうなのよ、予想つかないことを言ったら滑っちゃうんだよな、カナダが言うとな。あの子は思ってるね、本当に。西尾さんの耳の形が素敵。え、ありがとう特に褒めるところは こちらでございますかありがとうございます。でもまー、あ、ちゃんは顔の割に耳大きいかもしんない。マジで。いや大きくはないけど、なんていうの、でもさ私さ貧乏耳なの、そんな福耳じゃないの。いや女の子はそっちの方が可愛い、普通でいいよね。本当、うん、嬉しい、形綺麗って言ってくれて。本当だね、ありがとうございます。耳めっちゃちっちゃいんだよね。え、どれぐらい。え、ほらえ、あ、ちっちゃい。マオよりちっちゃいでしょ。本当だ、あ、ほら本当だほんまや。そうなの。え、こんな大きさ違う。だからえ、めっちゃちっちゃい。そう、前から見たらほんと耳ない、ないないない。そう、耳なくて、これしかないじゃんそう、結構コンプレックスなの、恥ずかしいんだよ、耳ちっちゃみたいな。確かに、なんか耳がさキュンってなってる、なんかピエロ、何何ピエロってか、ちょっとこうなってる人いるじゃん、キュンって。うん、お猿さんみたいな。お猿さんじゃなくて、あのドラゴンボールの緑の人みたいな、ピッコロピッコロピッコロみたいな人いるじゃん、うん、ちょっと羨ましい。あ、だからやっぱないものねだりでキュンってなってる人とかいいなと思う、うんうん、そういうことね。そう、だから耳に髪かけれないのよ。はあ、髪多いのに耳ちっちゃいから、うん、いつもこうやってすぐペッてそう何の話、確かに何の話だろう、耳の話していやでもすごい耳の話、うん、ありがとうございますね。やっぱ変なとこ見てる人いるんだね、うん、変なとこ。え、それで言ったらさ、うん、今耳ってなったじゃん、うん、昔なんかファンの人でもう今全然来ない人なんだけど、銀歯取りたいとか言って、はなんか口開けてもらっていいですかって。何それ。顔なんか顔いいっていう顔してる今はもうこの仕事してるから、当時まだ銀歯でこの裏上の奥ぐらいにあったの。まあ、もちろん綺麗に今も白くして綺麗なんだけど、うんうん、唯一の1個しかない銀歯をなんか銀歯取りたいんでとか言って、顔じゃないのよ、めっちゃ口の中写真撮ってきて、で当時始めたばっかで断りきれんのか、あーみたいになっちゃうのか。え、どういうこと。なんか最初あーってやってくださいみたいに言われて、普通にあーってもっと口開けてって言われてえってなって、え、どういうこと。いや銀歯取りたいんですよとか言ってすげーキモいよね。いやすごいね今マジ今ならいやマジキモいって言えたんだけどその時はなんか始めたばっかだし、アイドルみたいな仕事ってこういう人もいるんだって受け止めてて、まあまあそう、ね、若かったしまだ二十何歳とかだったから。ないそういうの、何フェチで、あ、ないな。銀歯はいたなでも、でも銀歯超えるやつないよね、もうね。銀歯超えるやつないね。やばいっしょ、うん、なんだろう、ないそういう体験。ないないか、ないな。あとなんだろう、何かあったかな。銀歯はすごいね。うん、すごい。あ、でもこれは前のグループとか関係なく、私のその友達のアイドルグループの話なんだけど、うんうんうん、あの鼻毛フェチの子がいた。アイドルの鼻毛を見たいの。そう、それはうんって思い出した今。下から撮らせてくださいってこと。そう、やな、撮らせてくださいってか、なんかやったらツイッターで流されたらしいの。うわ最悪、かわいそう。え、でもなんか萌えみたいな。いやこれに関してはこれ萌えっていうかもうやばいと思って、やばいやばいって話をいくつの時やろ、めっちゃ前に聞いたな。でもそれは記憶に残るわ。そう、じゃあ真央も気をつけって言ってなかなかないよ。分かったわ、気をつけるわって言った。いや怖、
いやマジ嫌だねそれ。えでも銀歯を超えらんないわ。でもいやまあまあよ、まあでもマウの体験じゃないもんね。そう私の体験ではない。銀歯体験したな。すごいね銀歯ね。まあオードリーとそのフェチってやっぱさ足か胸かとかお尻かとか、ね、まあそういうのがねやっぱ王道だもんね、うん、すごー。でもなんか年重ねると男性はおっぱいよりお尻が好きになるっていう、うん、おなんかだんだんこう、うん、胸もいいけどやっぱお尻がいいみたいな、よくおじさんたち言う。しかもお尻の方がさすぐ垂れるの早いから、それでこう維持できるってやっぱ相当努力してないとさ、うんうんうん、お尻ってキープできないから、そういうのもあれなのかな、魅力的なのかな、うん、え垂れてる方が好きってこと。いやでも逆に多分形とかじゃないんだよね、もうお尻という存在が好きなの。へえだからさ、なんかムチッとしてるお尻が好きとかさ、お尻という存在が、やっぱ脂肪感がいいんだよね。多分この人まだね若いからおっぱいなんだったもんね。おっぱいの人お全員おっぱいやん。お尻の人おどんな話してるの。でもいいじゃん、参考になるじゃん、やっぱそうね、うちらも頑張ろう。なるね、確かに確かに、じゃあよかった。じゃあダメだったじゃん、から昨日出てたのに。じゃあよくなかったんだ、お尻だったらよかった。やっぱここやっぱここ、うん、席最高だったよね。いや相当見えてたんだね。そうなんだ、あそっか、やばいね、気をつけないとね。欲しいって書いてあるけどもう分からんな。で待って、自分は下顎ラインフェチってここあシュッてなってる人が好きってこと、それとも二重顎だったらいけてるよ。顎なんだ。ちょっとあのこのすいません、あっちの文字って読めますか。初見なんですけど、観覧のごめんなさい、観覧のだからもうおすぎさんが強いんじゃん。おすぎちゃん、みんなはどうなんだろう、いけてんじゃない。あコメントが、観覧の方何名ぐらい見えてるですか。今日は100人ぐらい。今日100人ぐらい。そうそう、全然あのここの会場がすごいちっちゃいので20人ぐらいですね。もうマックス20人しか入れないからね。来てください。来てください。よかったら、すごいもうめっちゃ近いです。すごい初見、マオカナです。お願いします。やっぱそうなんだ。ね。アゴラインフェチでお願いして撮らせてもらう。へえ。カナのファンじゃないな、じゃあ。アゴフェチって言われたことないから。私もないよ。ないよね。まあでもそれぐらいなら全然まあなんともないよね。うん、だって絶対出てるしね。そうなの。もう絶対見えるからね、顎は。でもなあ、私本当に顔に出やすいから、顎取らしてって言われたら、えどっちだろうと思っちゃうな。どっちだろうっていうのは、いや太ってるから取りたいのか、うんうん、あれ痩せたと思って取ってくれてるのか、すぐ出るもんね顔に。いやいや、みんなそうよ、頼むよ、すぐここに。あのいつも友達に松井秀樹って言われるの。じゃがいもみたいとる、うん、ここ、うん、ここが出ちゃう。でもここが出る方が若く見えるんだって、うん、だから女優さんとかここにヒアルロン酸入れてわざと高くしたりするんだって。松田聖子さんとかもちょっと高めだもんね。そう、お母さんも超高い、うちの、うん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 、そうここ高い、骨が高い、あと脂肪も多い。あっていうかママの誕生日のメッセージたくさん来てたね。そうなの、ね、そうなの。ここ3年ぐらいで一番バズったと思う。いやもう300件ぐらい来てたと思う。すごいね、ママ喜んだっしょ。いやその話してない。してあげないよ。でかなテレビ電話した当日、うんうん、イエーイとか言っておめでとうとか言って、いや素晴らしい、ね、でもね温かい、みんなそう、フォロワーの人温かいなと思った、うんうんうん、すごい素晴らしい素晴らしい。アリーナと2階席と3階席ボックスもいっぱいな感じですね。そうなんです、もう本当にアリーナー、1階席2階席言わない。そうね、でも平日っていうのもあるけどね、うん、初めての人も来てほしいね、うんうん、確かに。しかもその歌とかも含めてちょっとステージがあれだけど、なんかライブ的なのもねやっぱ
予約がたくさんあるとこうねやりがいがありますからね、うんうん、そうだね、そうやりたいね、やりたい、うん、そうだから9月で言うと23日の代々木ミューズと、うん、そして8月28日は9月本当だ今意識したわ、しかもいや今9月23言えたのに次8月なんで本当だね、今は自分で8って言ったと思ったの今怖い、怖い、はい、もう一回じゃあ上から、はい、9月23日は代々木ミューズ、これも覚えちゃったねそして9月28日はマウカナ初の大阪遠征でございます、イエーイ、これはワックスって読むのかな、おー、うん、なんか新しくできたライブハウスみたいで、うん、そうそうなんだ、そう、八丁堀、長丁堀、長丁堀、長丁橋に堀に橋、長堀、長堀橋、長堀橋の駅から徒歩数分で来れるので、うん、マウカナのあのツイッターからですね予約が受付まだできてますのでよろしくお願いします、待ってます、大阪、はい、関東、あ、関西の人待ってます、待ってます。そして10月4日はですね、これ根本ウイ、私の元メンバーなんですけど、うん、ウイのまあバースデーという名のバカデのライブがあります、すごいよね、自分でバカでって認めちゃって書いてるもんね、うん、でもこれ呼ばれてるゲストみんなまあ友達じゃん、うん、そう、身内みんなさバカだよね、でも結果バカでなのかもしれんな、そうそう、だからいろいろ絡めてバカで、まあ合ってると思ったけどね、確かにちらもまあバカじゃん、うん、間違いない、そうだからみんなでバカになろう、この日は、うん、そう、薄いけど四ツ谷ロータス、そう、四ツ谷ロータスです、久しぶりだステージ立つのねえ、これマウカナライブするのかな、あ、しそうだよね、うん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 、曲ありで、まあ企画あり歌ありコラボあり、うん、言ってた、わ、また練習の日々だ、そうでウイからもまた2人で歌いたいってあったんで1曲は歌うかなと思います、マジ、うん、いいじゃん、そう、誘われてないの、彼女じゃないのかな多分あれやな、マウカナ見たいっつったよ、あ、ほんと、うん、あ、嬉しい、そうそうそう、練習いらないから嬉しいそっかそっかで、10月8日がうわ、もうそれ1ヶ月のマウカナクラブ、うん、早いね、 あっという間だね、うん、うん、まあそんな中でもね、うん、あの個人の仕事はもちろんあるので、うん、はい、お互いの個人の仕事は各ツイッターでチェックしてください、お願いします、西尾マウとかなこです、はい、すみません、よろしくお願いします、初ワンマンのとこか、あ、そのロータスは元クリアーズの初ワンマンなんだ、そう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 、へえ、私うちはロータス行ったことないかも、あったっけ、どんぐらいだっけ、キャパ150人ぐらい入るよね、多分100人は入るよね、120がマックス、120がマックスか、ホットブレイクは行ったけどね、いや、なんかいろいろ思い出しそうだな、多分なさそうだな、やつらロータスか、うんうんうん、懐かしい、5年前とかだ、うん、へえ、すごいな、なんかフィールゴーさんもお願いしますね、待ってます、待ってます、いやー、でもあっという間にもう53分なので1時間経っちゃうんですけども、うん、早いね、早い、いやー、でもなんかちょっとハロウィンの季節だったりとかね、やっぱり年末は年末でこう楽しいこうイベントがさ、うんうん、あるから、え、じゃあ10月8日なんかする、あ、そっか、そうね、次11月になっちゃうもんね、うん、確かに確かに、なんか仮装してきた人になんかとか、おこっちファンの人も仕事終わりで仕事での帽子とかさあ、いいねいいねいいね、ワンポイントみたいな、あ、いいねいいね、写真とか撮ると楽しいじゃん、確かに確かに、うわー、何したい今年、その、うん、いろいろお金とか考えずにもうやりたいみたいなのある、やっぱコスプレって結構お金かかるのね、あれでさ、ドンキのやつとかはもう定番だしさ、もう何でもしていいよ、なんか何でもいいってさ、何したい、テレタビーズ、え、誰それ、え、知ってる、知ってる、テレタビーズ、テレタビーズしたい、着ぐるみ着たい、
着ぐるみを買うだけの全然誰も求めてない期待がっかりみたいになってるよ。いや黒髪のショートってさ何何が合うんかな。えでもだからウィッグとかさ、ああウィッグね、何でも OK ね。だからそっか、うんうんうん、チェータビズああかわいいあ知ってる知ってるこれ。でも分かってる、みんな求めてないのでもみんな求めないの分かってる。似合いそう、似合いそうではあるそうだよ。受けるえ、な何したい、かなこは。かなはね、やっぱえ、もうワンクラでこれする。いや、絶対求めてないよでも絶対セクシー系がいいんでしょ、ってみんなね、かなこに求めて。でもあれやりたい、なんかあのディズニーの怖い魔女みたいな。あ、マリフィセントみたいな、もうパシッみたいな、もう黒い口紅みたいな。あーかっこいいね。なんかそういうのやったことないからやってみたい。じゃあ何私何何がいいか、まあお姫様系だな、やっぱ。あ、じゃあ流行ってるからアラジンとか。あ、でもの日焼け行く猿のやつ、そのアラジンの猿、アラジンする。あ、マレフィセントめっちゃいいね。なんかいいよね、かっこいいね。あ、結構いい値段で買えんじゃん。うん、これ求めてない。でもおもなががバレるな、この頭ちょっとやっぱ可愛い方にしようかな、まだ。うんうん、でももうちょっと経ったら値段上がるからね、早めに動かないと。そうだよね、そうだよね。え、でもマグナでマリオとかマリオルイージ、JO が定番だけど。あーでもマリオルイージのちょっと可愛いやつあるもんね、うん、あいいじゃん。マリオルイージどう、うん、どう最初グッチョキポイルイージじゃない。いや、キャラ的にどうだろう。でもルイージの方が身長高いんだよね。あ、そうだっけ。どっちかヨッシーに。どっちがヨッシー、絶対マウじゃん。ヨッシーセーラー服でいいよ。そうね、ジャスミン姫ね、うんうん、ヨッシーってメス、ヨッシーオス。だって卵産む、ね、か。わ、ほんとだ、だ恐竜だからどっち。初めて考えた。あ、マウさんのお顔がタイプすぎて辛いって。初めて言われました。いや、それはないよそれはないよ。まあすごい嬉しいだろうな、まあね、せっかくだから、ほら可愛い顔、そんな顔しないで。それ本当に恥ずかしくなる。赤くなるよ。ねね、せっかくアップにしてくれてるんだから。じゃあもういいよ、ちょっとメール新しくしましたほら、せっかく来てくれるかもしんないじゃん。あ、そっか、来てちょー、来てちょおばさん、来てちょう。本当に恥ずかしい。わかる、いざ言われると恥ずいよね。そう、恥ずかしいのよ。わ、うん、かるわかる。いや、まあじゃあちょっとあれだね、ハロウィンはじゃあ何かしらの仮装をしていきますので、うん、ちょっと1曲ぐらいもライブもできたらいいね。お、うん、いいね。ちょっと、ね、マイク事故がないようにしますので、その時はそうだね、うん、はい、ぜひ10月8日のマウカナクラブもぜひ来てください。お願いします。皆さん見てください、見てください。よし、はい、いやあっという間だったね。あっという間でした。本当に来てくれてありがとうね。ありがとうございます。ありがとう、いつもありがとうございます。いつもお仕事、お疲れの中、ね、コメントもいっぱいありがとうございます、うん、ありがとうございました。今日結構コメントが多かったんで嬉しかったね。読みながらね、うん、進められたしね、うん、まあでもまだまだ暑い日が続くのかもしれないけど、まあでもね、秋になったんでね、皆さん体調管理もちゃんとして、そうですね、うん、やっていかなきゃいけないね、うん、いやー、食欲の秋だからな、そういう部分でも気をつけなきゃね。本当にポーンってなるからね。10月 DVD で、そう、あ、10月そうだよそうだ、10月25日に多分グラビア発売します。やばーい。やっぱりそのイベントの時は
ちょっとセクシーなんじゃない、わかんないけど、でもね、決まってはないらしいよ、別にどっちでもいいなんて。でもまだ決めてない、どんなの着るか。なんかまあ水着でガウンでもなんかちょっと羽織ってさ、見えるか見えないかがちょっと私ドキドキする。だから見えてない方がいい時もあるもんね。はぁ、ドキドキするね、楽しみだね。楽しみ。中野駅ついた。よろしくお願いします。よし、なのでじゃあ10月25日ぐらいのかなこの DVD も皆さんお楽しみにしていてください。Amazon で買えると思います。おー、楽しみだ。私恥ずかしい、絶対。焼くのもやばいね、うん。それでは皆さん、また10月8日にお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。